はい、どうも皆さん、こんにちは、ベルサスです。今回ですね、ちょっと特別編というか、なんて言いますか、このマシンを皆さん今いくつ開放していますか？僕ね、まあこんな感じで結構な数開放したんですけど、まあ皆さんもうこれやっての通り、マシンはコインの枚数によって開放される数が解放されるんですけど、まあ最初は30枚ごとで、その後450枚ぐらいかな、から50枚ごとで1400枚かなぐらいから100枚ずつごとに、カート、タイヤ、そしてこのパラシュート系が解放されていくんですけど、そのコイン集めに最適なコースをちょっと紹介したいなと思っております。で、VS バトル基本一人で、なんかそうですね、パソコンで YouTube とかね、それこそ見ながら、やるのが一番いいのかなって思います。僕はよく音楽聴きながらやってるんですけど、このグランプリの 200cc の個人戦のアイテムをキノコのみにします。で、 CPU 弱いで、マシンすべてコースは選ぶで、レースを、まあ、何レースでもいいです。なんか2時間ぐらいずっと耐久でやりたかったら、それこそ32とか48でもいいですし、なんかちょこっとだけやりたいなっていうのは12とかでも全然いいです。今回ちょっと動画のために4レースでやりますね。で、これのベビーパーク、このコノハカップのベビーパークでやります。で、基本ここが早いです。で、なんでかっていうと、1周が短いし、キノコのみなんでスピードアップで、キノコのみにしてもコインは絶対的に出てくるので、それでコイン集めは絶対にできます。じゃあ行きましょう。実際ね、僕の手元でストップウォッチで測ってみたいと思います。皆さん多分再生時間で分かると思うんですけど、でこれ 200cc なんで基本早いんですけど、ちゃんとねコインも集めつつで、キノコだけなんで、キノコで加速もできると。で、もう今10枚貯まりましたね。で、あとはもうゴールするだけで、さっきも何度も言うように、キノコだけなんで敵に何か妨害される必要がない。なんでレース中にコインを落とす可能性がゼロなんですね。ちょっと今映像に乱れがありました、ごめんなさい。ゴール。というわけで、だいたい1分3秒ですね。まあ1分ちょいなんで、誤差含めて1分5秒にしましょう。1分5秒にした時に1回あたり10コインが上限なんで、それを55回やるってことは1時間で550枚単純計算で得られるわけですね。で、もちろんその1時間ぶっ通してやるってことはもちろんできないです。こういう風に次のレースへとか、あとこのロード時間とかも、こう選ぶ画面とかも全部考えると、そんな55周もできるわけないんですけど、まあ目安としてだいたい45から50周はできると思います。これでなんで時速最低でも450は確定。はい、というわけで、ああいう風にすれば、1日で結構パン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 、コインを貯めて、パーツを集めることができます。で、ちなみに僕の今のコイン枚数が2282枚ですね。で、まあやりすぎたんで、このベビーパークだったりなんだったりっていうのが思い出ています。これ遊んだ時間とか出ればもうちょっと分かりやすかったんですけど、まあ昨日の、そうですね、5時間ぐらいやった段階で800枚近くは増えてると思います。まあ途中でね、休憩とか挟んでたんで、全然その時速計の計算はできないんですけど、まあいけるかなと思います。なんでね、でしかも今回カートがですね、コインの枚数によって出るのが決まってるわけじゃなくて、ランダム性になってるらしいので、ちょっとそれに関しては僕も分かんないんですけど、一番最近のデータだと2200枚で僕はスケルトンが出ましたというデータだけお伝えしておこうと思います。はい、以上となります。
皆さんどうでしょうか。まあ、一人でこんな黙々とねやるのも全然いいんですけど、 YouTube とか見ながら、まあ、友達とずっとやってコイン集めるっていうのもいいんじゃないでしょうか。というわけでご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。バイバイ。